西郷隆盛の生涯を描いた西京、西郷隆盛前後期の聖寛議論図明治6年政変は明治6年に発生した政変。西郷隆盛をはじめとする参議の半数が辞職したのみならず軍人、官僚約600人が職を辞することとなった。直接の原因が聖寛論にあったため、聖寛論政変とも称される。 明治維新により王政復古した日本は、明治元年、津島藩を通じて、李氏朝鮮に対してその旨を伝える施設を派遣した。しかし、従来天皇の進化である、江戸幕府将軍と対等の関係にあった、朝鮮政府を隠したと見る風潮があり、この国書には、従来の江戸幕府との国書になかった、直、方の文字が入っていた。このため朝鮮側はこの国書を受け取らなかった。 その後交わされた国書では、直の文字は使用されなかったが、明治4年に朝鮮の創始国である清と対等な関係である日清修好条記を締結したことにより、再び上下関係を明確化させようとする動きが強まり、天使の文字が入った国書が送られたことで、日朝関係は断絶状態となった。また当時の朝鮮において、沖ノ大院君が政権を掌握して、 儒教の復興と上位を国税にする政策を取り始めたため、これを理由に日本との関係を断絶するべきとの意見が出されるようになった。左から木戸高義、山口直義、岩倉智美、伊藤博文、大久保利道明治維新後、政府はたびたび改造が行われていたが、廃藩地検後の明治4年8月には、大上官の構成を、聖員、賛院、 国とする参院制度が開始された。声員は、大乗大臣である三条耳が天皇を保筆し、参議がそれに参与するというものであった。この時参議となったのは、西郷隆盛、木戸隆義、板垣大輔、大熊重信の部であり、大久保利道は大蔵省のトップとなっていたが、大蔵省内部の官僚や、木戸良有力者との圧力を抱えていた。九月十二日、 キド派の大倉大介井上るが、大久保の要項を提案し、大久保のみならず、大納言、岩倉智美、木キドといった実力者を加えた、大施設団の派遣へと展開していった。11月7日、キドラトルス政府の代表は要項中に、大規模な内政改革は行わないことなどを取り決めた12カ条の役場を取り交わした。11月9日の会議では、 板垣が朝鮮に施設を送って、開国を促し、応じなければ、戦争に訴えるべきと主張したが、朝鮮問題には手をつけないことなどが合意された。岩倉を代表とし、木戸、大久保、伊藤博文らも加わった、施設団は11月11日に出国した。大きな改革を行わないという合意は行われた、ものの、留守政府の各省庁は、 それぞれ大規模な改革を主張し、政策を進展させていった。学生、出力処分などの大改革は、留守政府の機関に決定されたものである。また11月には、宮古島島民遭難事件が発生し、台湾政党を主張する声が高まった。折から、士族の新政府に対する不満が高まっており、士族で構成された軍、そして西郷隆盛を中心とする薩摩藩派も、 政党を主張していた。木戸派の井上薫らを中心とする大倉省が内地優先を主張し強く反対したことで出兵は行われず、外務卿添島種臣を,を清に派遣して交渉を行わせることとなった。明治6年になると大倉省とその他官庁の圧力は予算をめぐってますます強くなった。あまりの混乱に一月十九日には木戸、 大久保に対して早期帰国の命令が下った。4月、井上は成員を改革して、大倉省の権力を強めようとも論んだが、4月19日に新たな賛議となったのは、司法卿江藤新平、文部卿大北加藤、参院議長、後藤昌次郎という藩、大倉省の人物ばかりであり、井上は賛議となれなかっただけでなく、各省の権限が、 全員に移されたことで、大倉省の権力はかえって弱まった。これを受けて井上と井上の副讐、渋沢栄一は大倉省を辞任し、また従来木戸派であった大隈重信が留守政府に接近し、また陸軍で木戸派を代表していた山形有友が一時失脚したことで、木戸派が中央政界に与える影響力は著しく減退した。 しかし、ルス政府派といっても、反、大倉省以外の結束理由があったわけではなく、また西郷隆盛も病気がちで、青山の別荘にこもりきりで、各参議はそれぞれ勝手な行動を行う、状況であった。大久保は5月29日に帰国したが、ルス政府に不満を持っていたため意図的に復帰せず、岩倉の帰国まで、様子見をするため国内の視察旅行に出かけている。 5月31日、釜山に設置されていた大日本交換代表、広津博信より、朝鮮政府が日本人の密貿易を取り締まる、布告の中で日本に対する無礼な字があったと報告した。3位、板垣大助は居留民保護を理由に派兵し、その上で施設を派遣することを主張した。西郷隆盛は派兵に反対し、自身が大使として赴くと主張した。 西郷の意見には、後藤祥二郎、江藤新平らが賛成した。大乗大臣三条耳は、丸腰では危険であり、兵を同行するべきとしたが、西郷は拒絶した。ただし決定は清氏に出張中の添江島の帰国を、待ってから行うこととなった。中国から帰国した添江島は、西郷の主張に賛成はしたが西郷ではなく、自らが赴くことを主張した。 7月23日、キドが帰国したが、ルス政府の現状に激怒し、大久保同様政府への復帰をボイコットし、政府打倒を目指して、理面で活動を行っていた。また、政官論に対して、キドは、朝鮮の我が交換を受けざるその無礼なる塊兵を挙げて、打つえしとしながらも、力を養うより先のある話という意見書を提出している。7月末より、 西郷は三条に剣士を強く要求したが、三条は、西郷が必ず殺害されると見ていたためこれを許そうとは、しなかった。一方西郷は8月17日の板垣宛書所管で、朝鮮が死者を暴殺するに違いないから、そうなれば、天下の人は朝鮮を撃つべきの罪を知ることができ、いよいよ戦いに持ち込むことができると述べたように、自らが殺害されることも織り込み済みであった。 西郷が剣士を強硬に主張した理由について、西郷自身は内乱を恋願う心を外に移して、国を起こすの遠慮と述べている。3位、大熊重信は政治的に手詰まりになり、九州久光からも出席されたことで、失望落胆していた西郷が政官論の盛り上がりを見て、朝鮮宮廷で殺害されることを最後の花道として望んだ。 自殺願望ではないかと推測している。この頃西郷は中性脂肪やコレステロールの増加による脂質異常症が悪化し、明治天皇が派遣した医師テオドールホフマンの指示で下剤を服用していた。しかしこれは西郷の心身を衰弱させ、外出や閣議出席も控えるような状態となり、西郷自身も不治の病ではないかと考えていた。一方で、 高島智之助が西郷を殺してまで朝鮮の肩をつけなければならぬことはないと回想したように朝鮮問題がそこまで大きな問題と考えられていたわけではなく朝鮮と戦争になれば総主国の清との戦争になる危険もあったが西郷はこれに対して何ら発言を残していないまた添島が対応していた宮古島島民遭難事件や柄太出兵問題なども並行して 怒っていた情勢であった。さらに大物である西郷を失うことになる剣士に反対する声は西郷に近い薩摩派の中にすらあった。8月16日、西郷は三条の元を訪れ、岩倉の帰国前に剣士だけは承認するべきと強く要請した。このため、翌8月17日の閣議で西郷の剣士は決定されたが、詳細については決まっていなかった。 三条は、箱根で西洋中の明治天皇の元を訪れ、決定を創上したが、岩倉の帰国を待ってから、熟議するべきという回答が下された。明治天皇は、当時20歳そこそこであり、内藤一世は三条の意見をなぞったものに過ぎないと、見ている。9月13日、岩倉が帰国し、三条と共に、紀戸、大久保の復帰に向けて、運動を開始した。 岩倉は帰国早々、もっぱら国政を整え民力を圧すべきという質問書を各参議に送っており、内事優先の考えを持っていた。また、西郷健士についても即時に行われることではないと主張している。しかし、喜度は9月16日から病気となり、参議復帰を拒んだ。喜度は、伊藤博文と共に新任参議の悲鳴を求め、大熊もこれに賛同したが、参上と、 岩倉はこれは困難であると見ていた。朝鮮問題の討議は、起度大久保の復帰問題が片付いてからということになり、岩倉復帰後も討議は行われなかった。西郷は、事態が進展しないことに苛立ち、自殺をほのめかして三条に圧力をかけている。三条は、海軍大助かつ安義の軍備が整っていないという、意見を挙げ、岩倉と共に、剣士の延期方針を合意した。 伊藤の奔走により大久保は10月12日に参議に復帰したものの、木戸は閣議への復帰に応じなかった。大久保は厳しい財政状況の中で先端を開くのは困難であり、まずは国力を充実させるべきと考えており、維新前からの名友である西号と対決する意志を固め、子供たちに宛てた遺書を残している。同日、政官派の添島種臣も参議に復帰している。 10月14日、岩倉は閣議の席で剣士の延期を主張した。板垣、江藤、後藤、添江島らは、剣士の延期については同意していたものの、西郷は即時派遣を主張した。このため15日の閣議では、板垣、江藤、後藤、添江島らは、西郷を支持し、即時剣士を要求した決定は、大城大臣の三条と、右大臣の岩倉に一任されたが、 三条はここで、西郷の派遣自体は認める決定を行った。しかし期日当詳細は依然として定まっておらず、単に8月17日の決定を再確認した、もののにどまった。三条は自ら軍事権を握ることで、軍備が整っていないことを口実にし、西郷の派遣を遅らせる考えを持っていたが、これを、変説と受け取った、岩倉、大久保、木戸は反発した。 10月16日、岩倉は三条のもとを訪れ、決断の変更を求めたが、三条は受け入れなかった。しかし、対朝鮮戦争が考えられる以上、もう一度閣議を行う必要があると合意し、10月17日に、もう一度閣議を行うことで合意した。しかし17日に、岩倉、大久保、木戸が辞表を提出したことで、閣議は行われなかった。三条は、 大北加藤と共に岩倉邸を訪れて10月18日の閣議に出席するように説得したが岩倉は受け入れず両者は決裂した夜になって三条は辞定に西郷を呼び決定の変更を示唆したが西郷はこれに反発していた10月18日三条は病に倒れた三条は胸の痛みを訴えており狂心症心筋梗塞 かっけ昇進のいずれかではないかと見られている。三条は、国事を、ごーとするに、至りる、死してなを、あまりりありと岩倉に書簡を出し、辞意を伝えている。10月19日、添島、江藤後藤大木の4人で行われた閣議は、岩倉を大乗大臣施設一とすることを、特大寺佐熱常に要望し、明治天皇に創上された。また、 反省官派に対する配慮として、もう一度閣議を行う方針を決めている。添島らは、閣議の決定を早く上層させるために、岩倉を代理に就任させようとしたとみられている。しかし大久保は挽回のための、秘策があると見出した。黒田清高を通じて、宮内省友、吉井智美に働きかけ、明治天皇が三条庭への見舞いを行った後に、岩倉邸に行行行させ、 岩倉への大乗大臣設域就任を明示させるというものだった。10月20日、明治天皇の行行は実行され、岩倉は大乗大臣設域に就任した。佐々木勝は、明治天皇が岩倉邸訪問によって三上発病の経緯と、剣士による西号への危害が及ぶ可能性を深く知った上で、岩倉の懸念を共有し、また岩倉も、 明治天皇の意思を確認できたとしている。10月22日、西郷、板垣、添島、江藤の四三儀が岩倉邸を訪問し、明日にも剣士を発令するべきであると主張したが、岩倉は自らが大乗大臣一域となっているから、三条の意見ではなく自分の意見を想像するとして引かなかった。四三儀は松室仕方なしとして退居した。 岩倉は10月23日に参大し、決定の経緯と閣議による決定と自分の意見を述べた上で、明治天皇の誓願で剣士を決めると創上した。岩倉と大久保らは、宮中工作を行っており、西郷ら政官派が参大して、意見を述べることはできなかった。しかし天皇は、おも大事であるから明日回答すると返答し、岩倉は不安に陥っている。この日、 西郷は、三義などを含む官職からの辞表を提出し、帰京の都に着いた。10月24日、岩倉による派遣延期の意見が通り、西郷の辞表は受理され、三義とこの江戸徳を辞職した。ただし、西郷の陸軍大将については却下され、大久保、木戸らの辞表も却下されている。24日には、板垣、江戸、後藤、添島らが辞表を提出し、 25日に受理された。さらに西郷、板垣、後藤に近い官僚、軍人も辞職した。特にこの絵の将兵が大量に離脱したため、事実上解体に追い込まれた。西郷派の士官で辞職した者は100名、土佐藩出身の士官40名が辞職して、帰郷している。前島ひそかは、以下のように改装している。5年前西郷が東京を、猿の日、 公はこれを止めんと発せしや。また、手段のいずるところなかりしや。しかして別人に望み合い語りしこたなかりしやと、問いしに、大久康幸に答えて、曰く、世が西号とブンルルに望み、別に言うところなく、また争いのこともなかりき。彼は、ただ、何でも、嫌だといいしをもって、世も、叱れば勝手にせよと言いたるくらいの物別れなり。彼は世の言うなり。 また信ぶともなり。ゆえに市場におてもまた入り隠するをほせず。これをもってよは力を、人して、その西郷を止めたり。しかして彼たら嫌だの一言をもって一貫し去り、ついに去年の三劇を演出せるは誠に、残念しごくなり。ああ、西郷が、当年嫌だの一言、今なおようして、また嫌だの脅しを抱かしむ。片言といえども、嫌なこともあるものかな。 明治11年頃の大久保敏道参議の大半を失った政府は再編成を余儀なくされた。10月24日、大久保は各省の卿が参議を兼任するべきと主張し、10月25日には外務卿寺島宗則と公部卿伊藤博文と海軍卿勝谷淑が参議となり、大北加藤は司法卿を兼ねた。これは、 大久保の信玄を岩倉が受け入れたためである。しかし木戸は大倉卿を兼ねるようにという岩倉の要請を病気を理由に拒絶している。また三条は西洋後、一旦大城大臣を辞職してから政府に復帰することを求めていたが許されず、12月25日には辞表も却下され、大城大臣の職務に復帰している。大久保は立憲政体に関する意見書を提出し、 将来の政府構想を語っている。また強大な権限を持つ官庁内務省を設置し、自ら内務卿となることで強い権力を握ることとなる。一方で、喜怒は病気が悪化しつつあり、指導力を示せなくなりつつあった。このため政変の中で伊藤博文が見せた動きは、長州罰内でも評価され、時代の実力者として認められるようになる。また、 木戸が西郷と親しかった山形の参議就任に難色を示す一方で大久保が山形を参議に就任させ軍の混乱を決着させる政治力を見た伊藤は次第に木戸から離反して大久保に接近し大久保による先制が確立していくことになる明治7年に台湾出兵に反対した木戸は政府を去ることとなるその後明治八年の大阪会議で木戸 板垣大介の参議復帰が合意されたが、間もなく決裂し、明治十一年五月十四日にの清井坂の変まで大久保主導による政治運営が続くことになる。また、大久保と西郷の決裂は、反発の分裂をもたらした。政変で敗れた西郷隆盛、江藤新平は後に、四族反乱を起こし、板垣大介は一時復帰したものの、後に自由民権運動のもとに、 政府の敵対者となる。朝鮮との国交問題そのものは依然未解決であり、伊地知まさのように政官派でも政府に残留した者も,も存在すること、そして天皇の直裁には朝鮮剣士を中止するとは書か,かれず、単に延期するとなっており、その理由も当時最も紛糾していたロシアとの問題のみを理由として掲げていたからである。つまり、 ロシアとの国境問題が解決した場合には、改めて朝鮮への検視が行われるという解釈も成立する可能性があった。そして、それは千島フと交換条約の締結によって、政府内に残留した政官派は今度こそ朝鮮検視を実現するようにという意見を上げ始めたのである。ところが、台湾出兵の発生と大員空の失脚によって、 成官を視野に入れた朝鮮検視論は下火となり、代わりに純粋な外交による国交回復のための特使として外務省の担当官であった森山諸ゲが和刊に派遣され、朝鮮政府代表との交渉が行われることとなった。1874年9月に開始された交渉は、一旦は実務レベルの関係を回復してかるべき後に、 正式な国交を回復する交渉を行うという基本方針の合意が成立して、一旦両国政府からの方針の了承を得た後で、細部の交渉をまとめるというものであった。しかし、日本側が一旦帰国した森山からの報告を受けた後に、大阪会議や佐賀の乱への対応で、朝鮮問題が後回しにされて、9月協定への了承を先延ばしにしているうちに、朝鮮では、 大院君則が巻き返しを図り再び上位論が巻き起こったのである。このため、明治8年2月から始められた細部を詰めるための二次交渉は全く噛み合わないものになってしまった。しかも交渉は双方の首都から離れた和感のある不山で開かれ、相手側政府の状況はもちろん、担当者が自国政府の状況も十分把握できない状況下で交渉が行われたために、 そうもともに相手側が9月協定の合意内容を破ったと非難を始めて6月には決裂した。一方、日本政府と国内世論は、持族反乱や立憲性確立をめぐる議論に注目が移り、かつての政官派も朝鮮問題への関心を失いつつあった。このため、8月27日に森山特使に引き上げを命じて、 当面に様子見を行うことが決定したのである。その直後に、高下党事件が発生、その結果日朝就効条件を締結することになる。またこれにより、天皇の意志が政府の正式決定にまっさるという前例が出来上がってしまった。これの危険な点は、例えば天皇に取り入ったものが、天皇の名を借りて実情にそぐわない法令を出しても、そのまま施行されてしまうというように、 天皇を個人的に手に入れた者が政策の意思決定を可能にするところにある。そして、西南戦争直後に形成された侍法を中心とする宮中保守派の台頭がその懸念を現実のものとした。その危険性に気づいた伊藤博文らは第二本帝国憲法制定時に天皇の深刻化を図り、神棚に祀ることで第三者が容易に関与できないようにし、 合法的に天皇権限を抑え込んだ。政変の原因は政官を主張する留守政府と内事優先を主張する大久保敏道らの政治的路線の違いが起こったというのが通説であったが、1970年代に毛利敏彦が西郷の意図は政官にはなく、政変の主因は長州派、大久保派による江藤新兵の追い落としが目的である、権力闘争であるという主張を行い、 議論が活発になった。共犯者区は、西郷に自殺願望があったとしながらも、殺鳥派と問い派の対立に主因があったと見ている。田村貞奈は、毛利の論に反対してあくまで西郷は、政官論者であったとし、政変の本質は、朝鮮問題であるとしている。うち、金与式は、高橋秀直や勝田聖治の研究によって政変に、至る。 基本過程に関する史実はほぼ解明し得たとし、歴史学会の現状として、毛理説の支持者は少ないとしている。ありがとうございます。